皆さん、こんにちは。裏競馬サロン、アキラです。ジャパンカップのですね、出馬表が発表になりまして、一番面白いとこはどこなのかと考えてみました。私の一番ワクワクするところの馬の名前ですよね。これが1番のカレンブーケドルと6番のコントレールになりました。どこで悩んでいるのかということをお話をしたいなと思います。まずこの2頭はですね、昨年の出馬表と同じ馬番で同じ文字を持っている馬となります。ここが狙い目になるんじゃないのかなと思います。まずカレンブーケドルは昨年の2着馬同じ1番で入っています。コントレールは3歳ですのでね、昨年とは違いま、出てこれませんのでね、ユーキャンスマイルのビルっていう文字を同じ馬番で持っています。さて、ここが、昨年スワーブ・リチャード、ミッキー・スワローという名前で同じ馬番で同じ文字を持っていました。そして、その18年はアーモンドアイで、んーとーという文字をワンアンドオリーと同じ馬番で持っていました。ここ2年、今回3回目なんですが、これを使ってくるんじゃないのかなと思っています。それの意味ですよね。どうしてそう思うのかっていうところをお話をしたいなと思います。前年度はミッキー・スワローからユーキャン・スマイルっていう馬が一番違いに入っていまして、横のスワーブ・リチャード。そのスワーブ・リチャードは、同じミッキー・スワローからスワという文字を持って、一番違いにも同じ文字を持っていて、そして同じ馬番でも同じ文字を持っている。今回コントレールがこの形になります。ユーキャンスマイルからまたミッキースワルのキーという文字ですね。その横がコントレールで、いるという文字を持っているユーキャンスマイルと同じ、昨年のスワブリチャードと同じパターンになっているのがここだと思います。あとはこのミッキースワロー、ウェイトゥーパリス、ここに2頭、一番違いが入っています。ここも穴を開けるならこういうところじゃないのかなとは思うんですが、まずはコントレールに1票かなと思います。カレンブーケドールのことをいろいろと考えていたんですが、昨年の3着馬の隣の馬ですので、これはカレンブーケドールは隣をしてるんじゃないのかなと、そんな風にも思っていたわけなんですが、ここからは隣を教えて、アーモンドアイを教えているように今見えるんですが、これを大事にするんじゃなしに、今年のね、大事なことをお話をしたいなと思うんですね。安田記念から、前年度の大外と1番の馬名を必ず持っている馬が連帯をしてきています。そして昨年の連帯馬も連帯していることをちょっと見ていただきたいなと思うんですね。安田記念ではロジクライっていうのが大外でした昨年。このクラを持ったグランアレグリアが1着。そして K.I. ノーテックの愛を持ったアーモンドアイが2着。そしてアーモンドアイは昨年の3着馬です。そしてインディーチャンプも3着になるんですが、昨年の1着馬でした。そして宝塚記念で昨年1年前に1番に乗っていた奇跡が今年は2着になっています。そして大外のリスグラッシュという名前なんですが、このクス、スクっていうのはクロノジェニシス、頭文字尻文字でクートス、スクという文字を持った馬がここ宝塚記念で1着2着をしました。昨年の1着、2着馬を、の名前を持ってきてるということですね。そしてスプリンターステークス、秋になりました。秋の、2020年の秋の G1 になりました。ここでですね、ファンタジスト、昨年ファンタジストっていうのが大外にいまして、グランアレグリア、アンという文字を持った馬が1着。そしてダノンスマッシュは昨年の3着馬でした。昨年の3着馬とモズスーパーフレア2着馬がここ重なって2番3番にいたわけですね。そして昨年の3着馬のダナンスマッシュが今年は2着になっています。そして天皇賞の秋です。同じことが行われてきます。
アルアインが大外の馬な。ここでアーモンドアイの愛を持ったアルアインが前年度に大外にいます。そしてアーモンドアイは昨年の一着馬でした。そしてエリザベス女王杯なんですが、1番にブライトムーン、そして、昨年勝った馬はラッキーライラック、横にシャドウディーバ、この並びが、1番にシャドウディーバ、そして大外にラッキーライラック、このラッキーライラックは、ブライトムーンっていうライっていう文字を持って、昨年の一着馬として、また今年も一着をしました。そして先週のマイルチャンピオンシップですね。昨年一着馬のインディーチャンプが、また今年もインディーチャンプで二着中になりました。そして一番のダノン・キングリーという文字を持ったグラン・アレグリアが一着となっています。ということで、今年のジャパンカップを見てほしいんですね。昨年の1着馬はスワーブ・リチャード、2着はカレン・ブーケドール、3着はワグネリアン。この中で出ていってるのはもうカレン・ブーケドールだけなんですね。そしてカレン・ブーケドールは昨年の1番の馬なんです。このカレン・ブーケドールっていう馬名を持っている馬が、そして大外の次男坊っていう馬名を持っている馬が連帯をして、もういいんじゃないのかなと。長い間、ちょっと春の終わりから秋、ここもう4層目になるんですが、5層目になるんですが、小判の10番の5層目になるんですが、もうそろそろ変わってくるのかもしれません。変わってくるのかもしれませんが、このカレン・ブーケドールは、ちょっともう、捨てられない。っていうのか、もう本戦に買わないと、今回、まだ同じことをするならば、昨年の一番、大外場面、そして昨年の連帯馬、ということから考えると、ここはもう1、2、3着は外せない、と思います。ですので、カレン・ブーケドール中心に、馬券を買ってみようかなと思っているんですね。もしもここで3着、4着、もう8着ぐらいになるようでしたら、コントレールを使って、同じ馬場に同じ文字を持っているまだコントレールの方が当たるのかなと。そうすると相手は問題として一番人気という形にはなってしまうんですが、今回はカレン・ブーケドールの副賞狙いでいこうかなと。107、80円はつくんじゃないのかなと。これだけにしようかなと思うぐらい、これ買わないとダメなんじゃないのかなと。そう思いませんか。昨年と同じ馬番に入ったカレン・ブーケドール。そして、このジャパンカップの中でも同じ馬番に入った馬が狙い目になっていると。で、今年の G1 の昨年との関係でも一番の馬を持っている。こんな感じになっているんですね。これが今回の悩まし、狙いどころじゃないのかなと思っています。その相手となる馬は、ジャパンカップでは出てこなかった、今年のコバの G1 の頭尻文字に思ったアーモンドアイでいいんじゃないのかなと。今年はずっとアーが続いていると。やっぱりアーモンドアイの横には、ワールドプレミアという文字が、アーという、イーという文字、インディーチャンプからですね。アーモンドアイ、今度はイーが続くわけなんですが、横にアドマイヤマーズのア、ワールドプレミアが入っています。アーイーですね。この関係がいいんじゃないのかなと。空を使うなら、クレッシェンドラブ。だったり、数を使うなら、ウェイトゥーパリスとかいう馬になるんですが、5枠の8番のウェイトゥーパリスですが、かなり買い目が出てくるんですが、そんなに無理して買うような馬なのかなと。結構ここ、サインがずっと集まってくるんですが、カレン・ブーケドールとアーモンドアイには、ちょっと届かないのかなと。穴で少し遊んでみるのもいいんですが、もうカレン・ブーケドールの方に気が行ってしまってますね。
そして一番違いに入った馬が今連帯を続けているということで、マイルチャンピオンの KI のテックの I っていう文字を一番違いでアーモンドアイは持っています。デアリングタグともグランアレグリアから一番違いに、馬名を持っています。まあ、ユーキャンスマイル吉尾もあるんですが、ここはアーモンドアイとデアリングタグとのところじゃないのかなと。もしもアーモンドアイの隣のカレンブーケドール、そしてデアリングタグとの横のコントレールが来るならば、隣の馬名が連帯をする。直接連帯するなら、アーモンドアイ、デアリングタグとのところなんじゃないのかなと。そんな風に思っています。あとのサインはもうパッパッと飛ばしていきますね。せっかくね、解読をしていましたのでね、どうなってるのかをちょっとお話だけをしています。今回ジャパンカップとマイルチャンピオンシップ、選手のマイルチャンピオンシップと騎手の並びはどこが同じなのか。ここはですね、津村騎手、ルメール騎手は、先週の3番、4番。今回は1番、2番。で、福永騎手が8番から6番。この3頭が1、2、6で、マイルチャンピオンシップとそっくり同じなんですね。ここが1番人気、2番人気になってるわけなんです。ルメール騎手と福永騎手。ということで、2番、6番が買い目になるとは思うんですが、ここはちょっと大穴でですね、大穴というよりも、津村騎手の並びですよね。津村騎手、ルメール騎手、福永騎手。この1、2、6の並びの中で、カレンブーケドールにも買い目が出てくるんじゃないのかなと。そんな風に思っています。あとはデムーロ騎手にかなり集まっています。5枠8番ですね。松山騎手とデムーロ騎手、戸崎騎手。松山騎手、戸崎騎手、デムーロ騎手の並びが同じ。そして川田騎手とデムーロ騎手の間隔が同じ。ということで、使われるのなら1、2、6のうちのどれかに。1、2、6ですよね。津村、ルメール、福永騎手のどれかが連帯をするんじゃないのかなと思っています。考えていたですね、ジャパンカップの前年度の、3番、7番、11番目の騎手の馬、騎手の順番。これがですね、浜中騎手が11、そして田辺騎手が7、内田騎手が3というところで、隣を買うんじゃなしに4つ隣を買いたいと。変わるなら 4番前に変わるんじゃないのかなというお話をしていましたので、ここがどこに当たるのかということなんですね。この4番前に当たるのが、11から4離れるのが、1番。そして6番、7番、8番、12番、14番になるんですが、ここは1番と6番に同じ4隣というのが出てきています。ここがカレンブーケドールとコントレールに当たるんですね。ここが、今回買い目になるんじゃないのかなと思っています。こんな感じでですね、今回はですね、どれを出しましょうか。カレンブーケドールをどう買うのかということに、最後まで、悩みが尽きないっていうんですか、どういうふうに馬券を買うのかということを考えています。3着になればいいんだったらまだチャンスはあるのかなと。それで200円近くの、2倍近くの配当になる副賞でしたら、そこそこ楽しめるんじゃないのかなと思っています。相手がどうしてもアーモンドアイ、そして3冠の2頭ですよね。デアリングタグとコントレールになってくると思うんですね。全部が飛ぶような馬券にはならないと思うので、この3頭とカレンブーケドールが中に入ってくるようなレースになれば、面白いんじゃないのかなと思っています。まだまだですね、当日の出馬表もありますので、土曜日のメインレースとの関係もまたありますのでね、そんな方を考えながら、今のところはカレンブーケドールを応援したいなと思っています。はい、いかがだったでしょうか。はい、皆さんはどの馬を狙うのでしょうか。はい、どんなレースになるのか楽しみにしています。
はい。それでは今週も頑張りましょう。はい。はい。ありがとうございました。